日ですね、もう見てわかる通り、実は東京ディズニーランドハロウィン一色でして、今日はディズニーハロウィンについてご紹介しようかなと思っております。今年のディズニーハロウィンはですね、ハロウィンミュージックフェスティバルをテーマに、ディズニーの仲間たちとお化けやスケルトンといったハロウィンのスターたちが皆さんを巻き込んで最高に楽しい音楽で盛り上げます。今年初登場のパレード、ハロウィンポップンライブでは、主催者のグーフィーを先頭にミッキーやコロナたちによるクラブステージ、チュップとデールやスケルトンによるジャズステージ、シャンディのコントでよみがえったマミーによるポップステージ、ドナルドがカボチャの楽器を演奏するラテンステージ、スティッチ率いるクロミカバンドによるロックステージ、ミニーとマジたちが歌うコーラスステージ、この6つのユニットがそれぞれ個性豊かなハロウィンの音楽パフォーマンスを繰り広げてくれます。今日はですね、ロックステージで使われている音楽、ロックミュージックについてご紹介しようかなと思っております。ロックミュージックとは中心にエレクトリックベース、ドラムとシンバルを組み合わせたドラムセット、歌い手であるボーカル、これらが基本的な、メンバー構成となります、いわゆるロックバンドですね。そして近年になって新しい楽器やメンバー、そして他の音楽ジャンルなども加わって今に至っているんですね。ロックミュージック、東京ディズニーランドで使われている楽曲で例えると、ワンマンズドリーム2、ザ・マジック・リミス・エンドの中のディズニーください。